エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴18年、延べ1万人以上をサポートしてきた僕がメルマガ読者さんのお悩みや質問に答えしながら自由な人生を送るためのコツをご紹介していくメルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、ということで、え来、ー、ましたね。来ました。ニックネーム、我慢汁太郎さんです。ありがとうございます。いや、あの、ノ汁太郎さんね、我慢汁太郎さん、あの、 なんか嬉しがってましたよ。そう。ついになんか来たぞ、みたいなね。いや、あの、あの、おはようございます。が、が、が、まんじる太郎です。これはさすがに読み上げられないですよね。<laughs> 失礼いたしました。脳汁,汁兄貴の弟分、がまんじる太郎です。 我慢に我慢を重ねて、頭の先から汁がほとばしっております。<laughs> いいっすね。これはもうあ、あの、脳汁兄貴、今、ちょっと、あの、くすくす笑ってるんじゃないですか。えさて、本日、吉田さんにお尋ねしたいことがございます。吉田さんは自分が、自分は頭が悪いと言っていらっしゃいますが、 本質をズバリとつかれています。すごく地頭がいい方だなと、方だなと私がまじるは思っております。そこでなんですが、どうしたら吉谷さんみたいに本質をつく、捉える、見抜くことができるようになるのでしょうか。本質というのも、 のが捉えられるようになれば、本を読んでも1、1粒で2度欲しい。まるでアーモンドグリコみたいな得をするようになると思うのですが、以前においてもそうです。その能力をぜひ手に入れたいです。考え方や日々のトレーニングなどありました。ご教授、お願いしたいです。本質などと言うと、捉えどころがないものを説明するのも難しいと思います。よろしくお願いします。脳汁、豚汁、我慢汁の我慢汁太郎でした。<laughs> いや、これはね、 うん、いや単純にトレーニングしただけですよ。まあ、これね。僕が r のし r の思考っていうプログラムがあるんですけども、その r の思考のプログラムの最終章でまあ、なぜっていうことが大事だよ。っていうところなんですよ。要はそれは何で何なのかな？ぜなのかっていう。その自分の中でこうなんですかね。その探求していく探していくっていうことですね。 なんかその表面的な言葉じゃなくてその言葉の裏の背景にはどんなひょだから見えてその世の中に出てる言葉ってもう氷山の一角じゃないですか。例えば格言とか名言とかも氷山の一角じゃないですか。で、その言葉を発する前のストーリーとかいっぱいあるわけじゃないですか。で、それと自分の中で えー、きっとこういうことなのかなこういうことを言いたいのかなとか、いろいろ展開していくいろいろ解釈していくみたいなことをずっと繰り返していただけですね。まあ、それが、それがもう癖になってたっていう感じですかね。だから要は、なんかバカだから、バカだから理解できないわけですよ。で、理解、頑張って理解しようとするためには、いろんな角度で見ないと理解できないので、 だから、そう、バカだったからじゃないですか、逆に。バカだったから、いろんな解釈しないと分かんないって話ですね。だから、これね、キングコング西野さんがすごくライブで面白いこと言ってて、 なんかあの、あ、キングコング西野さんって、なんでそんなに説明というか喋り上手いんですかと、その例え話上手いんですかって、なんかそのコメントがライブ中来てて、で、そのキングコング西野さんが言ったのが、いや、ええ、単純にあのバカです、バカだからですよ、みたいな。同じこと言ってんだ、みたいな。いや、バカだから、バカで、バカがわかるように話してるだけですよ、と。僕がバカなんでっていう。なんかその話をしてて、一緒やな、みたいな。だからそのバカだからこそ、 いろいろ解釈しないと分かんないんですよ。僕自身もね。だから、まあそういう。で、バカがビジネスでね、今、偉そうに言ってるわけじゃないですか。で、それはなんでこういうふうになったかっていうと、やっぱいっぱい勉強してきて、いろんな解釈ができたからなんですよ。で、なんだろうな、うん、な、よく言いますけども、まあ僕でも、まあトレーニングしてできたんで、まあみんなできんじゃないかなと思うんですよね。 うん、だから逆を言うと、僕よりは、だから結構言ったりしますけど、僕より頭いい人がですよ。ちゃんとそれを習慣化してトレーニングしたら、まあ、普通に僕より早く本質捉えられるじゃないですか。うんだから僕の今コンサル生で一番結果出してる子が、あのー、6月ですか、6月700万ぐらい出したんですよ、今。そう、700万ですよ。もうグイグイですよね、もう。 まあその子20代だと思うんですけど、20代だよな。だから何ですかね、もうまあ吉谷マインドとかも全部なんかもうインストールしちゃ,しちゃってるんですけど。だからもうなんかもう、すごい早いですよね。なんかもう、なんか頭いい子がこうで一回ちゃんと、ちゃんと勉強して、その、だね、まあ、ここでちょっとご質問いただいてますけど、吉谷さんみたいに本質をつくみたいな、少なくともなんか、 僕は本質言ってんじゃねみたいに思ってくれてるってことじゃないですか。で、その若い子も、吉谷さんは、やっぱ他の人と違って、なんかその本質ついてるみたいに言ってくれてて、で、その、ね、吉谷イズムみたいなのも全部インストールしてるわけですよ。めちゃめちゃ聞いてね。もちろんその R の思考のプログラムもね、全部、全部聞いて、なんかもう何度も聞いてみたいな話で。で、で、わ若くて、まあ、僕より頭良ければ、もうすぐですよね。<laughs> だからね、本当思うんですけど、僕より頭、僕より頭いい人って、まあこれ聞いてる人全員だと思うんですよ。だからちゃんと勉強しても、すり込んでやれば、でも早いと思いますけどね。うん、なんかね、多分ね、中途半端なんですよ。本当にもうぶち込む。徹底的になんか、あの、その子もそうなんですけど、その子も、なんかもう、 ま、古代表現になっちゃうかもしれないですけど、ずっまあ、僕もそうだったんですよ。僕もそうだったし、彼もそれをやってたって言ってたんですけど、もう24時間、起きてる間ですよ。起きてる間は、イヤホンなんだ、に、音声学習ですよね。まあ、僕もイヤホンさして音声学習とかをこうずっとしてたんですけど、だそれをやってたって言ってましたね。だからもうほんと徹底的にです。 徹底的に僕もそうでしたから。だから僕もイヤホンでずっと音声学習して、で、家に帰ったら Bluetooth のスピーカーに変えて、で、風呂場でもスピーカー流してとか、もう寝るまでずっと流してたんで。多分そういう風な生活する人いなくないですか多分。もう本当に徹底的なんですよ。だからもう本当すり込んでいくって感じですよね。 うんでそれをやれば結構僕はいいと思いますけどね。でもみんなやんないんで、まあ、それはわかんないと思いますけど。だからもうひたすらひたすら成功者の言葉のシャワーをずっと浴びるっていうか、でずっとその洗っていくみたいな感じですよね。だ洗脳って洗う脳じゃないですか。だからその成功してる人たちの言葉とかも聞きまくって、もうとにかくずっと聞きまくって自分の脳を洗っていくって感じですよね。シャワーでこう落としていく。 うん、でもその昔の常識とか昔の考え方とか価値観とかめちゃめちゃ汚れがねもうこびりついてるわけですよだからこびりついてるからずっとシャワー浴びて浴びさしてもうあの綺麗にしていかないといけないんですよねそれでも落ちないっていうね頑固な頑固な汚れなんて <laughs>、うん、僕もそう僕もそうやってやりましたね、うん だからまあ、おすすめとしてはまあもうずっと聞いてるとですね、とにかく。ずっとです。ずっと、とにかく。起きてる間。拷問に聞こえるかもしれないですけど、でもそれぐらいやった方がいい。だって、何ですかね、もう何十年も生きてるわけじゃないですか。そこで形成されてる価値観とか考え方とかがあるわけですから。で、その考え方とか価値観でうまくいってますかっていうことなんですよ。で、うまくいってるんだったらもういいでしょうけれども、今の常識だったりとか価値観とかものの考え方で、今、 どうですかっていうところなんですよ。で、それでどうですかっていうところでうまくいってないんだったら、その価値観とか常識とか、そのもののジャッジメントとか変えないと、変えないというかすり替えていかないとうまくいかないんですよね。でもそこのつ積み上げって多分ね、10年、20年、30年とかあるわけじゃないですか。ね。だからこれ年取れば取るほど、その書き換え超大変だと思うんですよね。 だってその40年分とか50年分とか60年分の常識というか固定概念が刷り込まれてるんでそれを書き換えるっていうのは結構しんどいですよだからしんどいからこそずっと聞くしかないですよねうんそれだからそれしか聞かないっていうねうんまああとはプラスその自分で考えるトレーニングですよねなぜっていう暗記するんじゃなくてなぜこの人はこんなこと言ってんだろうとかね なんでこの人成功したんだろうとかそそ、その、その本質はどこにあるんだろうって自分の中でこう考えていくってことですね、常に。うん。素直に聞きつつも、思考も、なぜも取り入れるみたいな感じですよね。うん。素直に聞くし、なおかつ自分でも考える。うん。それってどういうことなんだろうって。はい、わかりましたじゃなくて、はい、わか、イエス、わかりました。なんだけども、 じゃあなんでそう,そう、そういうことを言うんだろうとかね。わかります一回受け入れるんですよ。受け入れるんだけどまた考えるんですよ。うん、これは結構大事ですね。結構、あの、ほとんど多分9割の層は多分受け入れなくて否定から入るんですよ。例えばネットで稼ぎ、わかりやすく言うと、ネットで稼げますよって言っても、それは一部の人だとかね。いや、自分は稼げるわけないとかね。わかりやすく言うとですよ。なんか否定するじゃないですか。ドリームキラーというか。 今からやっても遅いよとか。なんかまあまあみんな否定するわけじゃない。どうせ無理みたいなね。だからまずは受け入れる。で、なおかつ考えるっことですね。そうすると1割の人間になれるかなと思います。だって9割は否定するんで。お前には無理だやめとけよみたいな話ですよね。やっぱ自分には、初心者の私が何、まあ特に情報発信とかコンテンツビジネスなんか、私、なんか発信できませんみたいな感じじゃないですか。うーん。そう。 うんだから日々のトレーニングでももう習慣がなってますけどもか、看板見るとかね、なんかどっかのメニュー表見るとか、まあそういうのも、自分だったらこのメニュー表はこう書くなとか、あ、このキャッチコピーすごいいいなとか、あ、こうやって表現するんだっていう、その多,多業種ですよね、全く。 ね、居酒屋って多業し、僕もコンテンツビジネス、ネットビジネスやってますけども、なんかその居酒屋のメニュー表とか、なんかちょっと違うじゃないですか。でもそっからも、日々、自分だったらどうするかなとか、ね。僕が居酒屋のお店を開くこともないし、居酒屋のお店を開いてメニュー表を作ることもないんだけども、自分だったらどうするかなっていうことを考えたりとかしますね。自分だったらこういうデザインにするだろうな。自分だったらこういうキャッチコピーで書くかなとかね。 うん、まあ常に自分だったらどうするかっていうことを考えてますね。まあ広告見ても自分だったらこの広告をこうやって書くかなとかね。うん、でもね、普通に生きてたらそんなことしないっすよ。マジでしないっすよね。<laughs> もう職業病ですもん、ほんと僕。うん、でも普通に生きてたらしないので、だからそこで差が生まれてるんじゃないですか。だって普通しないじゃないですか。で僕普通なんで今それが。うん だからコンビニ行ってもなんか新商品出ましたとかね、パッケージが出ましたとか。かこの前、そのセブンイレブン限定で、あのなんか、アイスコーヒー出てたんですよ。それ何かっていうと、その、あの、スタバのアイスコーヒー出てて、お、このパッケージ結構おしゃれで可愛いなと思って買ったんですよ。で、中身そんな普通だったんですよ。で、それで、ああ、この、これ、 なんで俺買ったんだろうとかね。やっぱデザインだなとか、やっぱスタバ強いなとか、このボトルかわいいなとか、なんかその、なぜ自分は買ってしまったんだろうみたいなね。<laughs> そこを客観的にこう、我に書いてね、こう考えてみたいな、自分分析したりとかね。うん。なんか、そういうこともしてますね。新商品が、なんか新商品出ましたっていうのがあったらそれを見て、で、まあ、買うもんは買うし。 まあ、見るものは見てね。そういういろんな形で分析したりとかしますよね。うん。はい。ということで。まあ、いろいろ申し上げましたけど。あ、結構少ないな。案外少ないですね。<laughs> 案外13分か。結構話したつもりなんですけどね。13分か。すいません。これ連動で、連打り、連取りですげえずっと撮ってるから。結構、自分は話した感覚になってるだけか。 そうますね。連動で、連打り連打で撮ってますんで。うん、なるほどね。なん何すかね。あ本質、本質って人それぞれまた変わると、どうなん変わんねえか、本質だから。なんか、なんか自分の中でこう見出していくっていうのは大事ですね。で、結局僕なんかは情報発信してるわけじゃないですか。 で、その僕が本質って思うことを話して、お客さんが、あ、確かに吉谷さんそれ本質だよねって思ってもらえるかどうかなんですよ。要は自分が本質だと思っても、それを発信した時に相手が、なんだ、なんだこいつ間違って言ってんなってなれば、商品売れないじゃないですか。だから結局なんだろうな。それをテストしていく自分が考えたものを、それをアウトプットして、で、反応を見ていく売れるか売れないか、あそこで共感得られるのか得られないのかっていうのもやってますね。 うんだからその、本質が分かっ、本質だったとしても、それがお客さんに伝わらなければ、そのビジネスとしてその本質使えなかったりするじゃないですか。だってその本質をお客さん伝わらない、わからない、理解できない。でも自分はそうだと思っている。でもお客さんはそうは思っていない。じゃあその本質ってお客さんにとっては本質じゃないわけじゃないですか。だからその伝え方っていうのも大事ですよね。 あ、確かにそういうふうに言われると吉谷さん、あ、それはやっぱ本質ですよねってなれば納得してくれるだろうし。あ、なんかこの人の話聞いてみようかなと思うんだろうし。あとは、なんかその伝え方にもよっても全然それが変わるでしょうね。うーん。そう。うーん。あうん、ビジネスの話すると本質の話ができたところで売り上げ上がらなかったらどうすんのっていう。 本質は理解できる。本質は考えられるようになる。うん。だけど、売り上げ上がってません。それは別に本質じゃなくてもいいんじゃないか、みたいな。上上でもいいんじゃないか、みたいなね。もはや。もはや上上でもいいんじゃないか、みたいな。本質が分かっても売り上げ上がりません、みたいな。ということは、本質が分かっても売り上げが上がらないということは、それは本質じゃないんじゃないか、みたいなね。漫才 <laughs> みたいになってますけど。うん。まあ、少なくても僕は、多分ですよ。 ある一定の、まあ、こういうふうにご質問もいただいてますし、まあ、売り上げをずっと上げ続けてるんで、この少ない再生数でも。まあ、本質はついてる部分はあると思います。外れてる部分はあるかもしれないですけど、あー少なくてもまあ当たってるところが多いから、まあ、そこに何か共感していただいたりとか、気づき発見があって、で、少ない再生数でも、あの、しっかり商品、なんか買ってみよう。僕のちょっと買ってみようかなって思っていただける方がいるんじゃないかなというところですね。 うん。はい。まあ、難しいっすね。やっぱ本質って難しいっすね。なんか本質をどうするのっていう、なんか、A の本質を説明するのと、本質の本質を、なんか、結構難しいな、これ。結構すごい、難しかったな <laughs>。結構ちょっと難しいっすね。うまるまるの本質じゃないですからね。本質の本質的な感じですよね、これね。そう。 本質をどう見、見極め難しいね。まあいい質問ですね。ま一応あの、僕が一応やっていることだったりとか、なんかいろいろ申し上げましたので、まあ参考にしていただければいいと思います。はい。ということで、えー、ご回答とさせていただきます。ありがとうございました。